皆さんおはようございます。ティラと申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ再び始めていきたいと思いまーす。イエーイ。もう言わなくていいよね。シャープ1みたいな雰囲気出してますけど、まあ、要はですね、はい、私この度 Wii そのものが変わっております。収録 Wii が変わりました。はい。まあ簡単に言えばそういうことですね。なので、セーブデータがゼロの状態。またね、ゼロからやっていくことになります。はい。なんでね、またストーリーを一から進めたりする中でちょっとね、別の発見とか、ね、新しい展開とか、ね、そういうバトルをね、見せていけたらなと思います。もちろんレジェンドクエストとかね、ダウンロードコンテンツもさ、使えていきたいと思います。いや、楽しみだよね。よっしゃ。よっしゃ、ガンガン。よし。ですね、まあこの通りですよ。俺の500時間どこ。はい、というわけで、今回主人公アンラとしております。じゃあ行くか、大会モード。今日も大会モードで行きますね。大会モードでね、ストーリー進めていきましょうよ。うわー、また始まった日本一のバトルプレイヤーになる。また始まった俺のこの歌で、シャープ140いくつかにしてさ、また2回目の人生か。まあなんか久しぶりだわこの光景。ん、アンラかどうした。え、なんだってバトルの大会に出たやと。久しぶりに出たくなってきたわ。久しぶりに出たくなってきた。シャープね、117ぐらい空いてね、バトルの大会で出たのね。そう、バトルの大会で優勝したんでさ、シャープ30で追ってるからね。あ、そう、117シャープ次で、ようやくその気になったわ。あ、そうやな、ついにチャンピオン。あれ、俺チャンピオン終わったのか。俺チャンピオン終わったのか。俺時戻ったのか、俺だけ。あ、可愛いね、お母さん。俺、もう毎回言ってる、これ。お母さん、その手可愛いな。手そのバトルロードを始めるためが再び始めるんですよ。あれなんか聞いて、そういうことにならないはずだよ。ほんと、バトルロードしか勉強してねえかな。おー、ロインコインお父さん。この存続の多いお世話になったよな。何？俺、シャープ1始めたばっかなの。お世話になんだよなって。当時お世話になった言い方しちゃったよ、また。ここでスライム、ドラキー、集合像、スーパーハイテンションなら分かってんだよ。もう、お前の手打ち分かってんだよ。ドラキー、お前のせいになるぜ。最終的にね、ドラキーで心臓も倒したこともあるぐらいだからね。シールド小僧、まず強キャラですよ。もう見慣れたわ、スーパーハイテンション。もう見慣れた、ここまで来るとな。うん。まあ、でも弱いカードじゃないから。ね。はい。大丈夫です。このバトルね、乱数あるじゃないですか。もう、向こうに高乱数が働くからね。勝てないんで、普通に勝ったら。の動きです。こちら、どう見てもやり込んだガチ勢の動きです。私が勝てるはずもありませんでした。本当にごめんなさい。実はね、過去に、同じパーティー、同じ武器防具構成でリュウタとやったことあるんですけど、同じ結果を生むっていうね、イベントバトルなんですよ、これ実は。もう、モンバトだったらありえない。普通、コロテルゲームでありえない話なんですけど、同じパーティーで行くと、同じ結果を生むっていうバトルがこれだけあるんですよ、実は。はい。もうやったことあるんだよ、これ。検証したんですよ。同じパーティーでできるのかなと思ったらね、同じ展開になった。うん。だから、基本的に勝てないっす、これ。勝てる寸断を言うとすれば、レジェンド魔王とかを使って、絶対勝て、もう絶対こっちが勝てる状況にする。呪文主体にやって。戦士とかだと、もう回避の関係でもう、当たり前のように受けられるのが目に見えてるんですよ。同じ展開になるんですよ、基本的には。なんで多分もう勝てないと思うんですよ。はい。勝てないの分かって、もう負けは確定、もう負け確定イベントみたいなもんですよ、これ。ここの待ち受けにね、スライムが止まったりすると、もういつものパターンになります。さあ、どうでしょうか。ね？ね、言ったでしょ？これね、確定じゃないよね。もはやこれは確定イベントなんですよ。なんでしょうかね、これね。さあ、ここら辺でね、見とってドラゴンキッズに避けられるんじゃないの？うん、キーソルゴン。どうした、キーソルゴン。どうした、キーソルゴン。おい、なんで急にキーソルゴン狙ったんだよ。もう分かってたことなんだよ。基本的には分かってんだよな。で、向こうの勇気の溜まりがすごいんだ。なんか使うか。追加コンテンツ。追加コンテンツでなんか使うか。なぁ。応援なやこれ。よくわからんけど使おう。いけ、なんかよくわからん。まだ全然わからん、ダウンロードコンテンツ。応援つけてパワーアップ。応援って何？テンションが上がるとかかな。でん、あかんやんけ。多分あかんと思うな。パワーアップ。多分なんかチラッと見てから回避が上がるんだっけな。にゃーん。大丈夫かな。なんか、回避が上がるんだったら、ここバチコリに、なんか、一匹は避けてほしいな。一匹は避けられるやろ。シールド小僧が避ける珍事発生。
ワンチャンあんじゃねえか。いや、ないと思うんだよな。このビビリギリあたりがさ、さ、あの武闘家にね、ヒュッて避けられんのやろ。分かってんねんな。ほらな。分かってんだよな。もうそうなんだよ。どうせそうだと思ったよ。基本的にもう負け確定イベントなんだよ。分かったことじゃねえか。分かりきったことじゃねえか、おい。え？マジ？何それ。え、知らない。その知らない未来見せたわ、今。これ、応援が回避上がるってことは、やっぱりこれ、レップ、なんか、応援で回避が上がるってこと？多分そういうことだな。え、このターンだけかな。でも、ここはつばぜり合いが勝てんじゃない。これ、つばぜり合い勝ったことあるからね。だから、俺の今のつばぜり合い、強くてニューゲームなんだよ。あの、俺の技術は強くてニューゲームですから。いきます。強くてニューゲーム、技術はですね。ということはこれで勝てるんじゃねえか。はい、おいおっと、これはワンチャンあるか。でもあと、でも外れてるから、攻撃が、攻撃が外れてる分勇気が溜めづらいことになってるから、これ勇気溜まるか微妙だな。そうだよな、勇気が溜まってない説があるから。どうだ、てか応援すげえな、あんなに受けるんだ。あ、やべ、これ鋼の鎧着てるからもうダメだ。多分は鋼の戦士に行くんだろ。だよね。ドン。いってーよ、これ。いけ。ナイス。ミラクルフェッシュ選ぶのはナイスよ。次のターンにワンチャン溜まるかっていう話ですけど、多分痛恨とか食らって死ぬのが目に見えてるのと、多分これは、避ける？あ、もう応援はそのターンだけなんだ。あ、もうダメだね。あ、もうダメかもね。俺はちょっと、もう正直私が諦めてますので、はい。ほらね。私諦めてます、正直もう。もう向こうが高乱数で余計になってるからしゃあないけどさ、これもうね、正直全然イラ立たない。もうこれはね、イライラしないもん。向こうがそういう補正なの、俺がだって5000ぐらいで全部同じだったからな。もう分かってんだよな。だから分かってることだから怒んないけどさ、うん、まあこれはやってるなとは思ってるよ。なんかワンチャンありそうだけどね、なさそうなんだよな。おー、ワンチャンあるか？ワンチャンあるかと見せかけてですよ。というか、そもそもこれ HP 持たねえわ、500じゃ。アイスクラッシュでダメだわ。おっと、ガードするあたり。ここでガードするあたりよ。デインでしょ、もうダメじゃねえか。もう詰んでる。ワンチャンありそうでない。ワンチャンあるか？なんかワンチャンあるんじゃねえか、もしかしてこれ。ここ、烈風山をしっかり当てればワンチャンあるんじゃねえか、もしかして本当に。止まった。嘘でしょ。ちょっと待って、俺の知らない未来だわ。見て、戦士レベル6でスライム知ることで勝ったぞおい。勝ったぞおい。これはね、俺の知らない未来やった、勝った。勝てんだ。すげえ乱数向こうかまされたけど勝ったで、行くところです。これが DLC の力。勝ちました。はい、なんかよくわかんないけど勝ちました。タイヤリです。タイヤリごめんごめん。あ、応援がめっちゃ効いたね。あの全回避とかがしたから1ターンだけだけどめっちゃ回避できるっていうのは本当にすごいんだね。うわ、すっげえ。やった、勝った。おい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 、どうやって言ってくんだい、龍太くん。ああ。くそ、これがビギナーズラックってやつかよ。おい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 、困るな、これだから。めちゃ頑張りやん。え、勝ったな。意外と勝てると思わなかったんだけど。本当に意外。勝てると思わなかった、正直。高乱数的にまず無理だと思ってたけど、勝ったな。すげえ。よし。いや、これはね、びっくりしましたよ、私。コアッパー。メス猫行くか、メス猫。おい、メス猫。日本の未来は、ウォー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 。このターンで終わるか。欲しいものだなぁ。OK! ギリギリ。ギリギリじゃねえか。相手チームの登場だ。いやー。
そのさまよう鎧とかいうずれたモンスター久しぶりに見たわスライムじゃないんかいっていうね。いやここはさっこり勝っていきたい。向こうの乱数そんなに高くないから乱数乱数と言わないのでもさっきのリュウタンもね、俺が言った通りの結果になっててからね、そういうのあるから。でもこれはね大丈夫だと思う。うん、ここで負けるとあんま見たことない。うん、いろんな実況動画私ね、結構モンドボドビクトリーの動画って結構僕ちょこちょこ漁ってるんですよ。でコメント残していくんですよ。はい、まあ基本的に大丈夫です。ここで負けるとを見たことはあんまない。うん、正直ね、さすがにねっていう話なんだろうな多分。まあ、モンスター的にはね全員弱くはないんだけど、向こうのモンスターはそんなにね、うん、弱くはないんだけど、まあ大体勝てるみたいなとこありますね。さあ今度は頑張っていこうぜ。突進して飛び上がる、いいね。まあスライムシールド構造戦士っていうのはね、昔動画にも紹介したようにね、弱いわけじゃないのよ、むしろ強い方なんですよ。まあ高レベルにならないとだけど、別にこの組み合わせは弱いわけではないからね、普通にそのね力をね存分に発揮してほしいところですよ。よっしゃいけ、ストレッチ、オッケー何今のそれって、町内会のおじさん町内会のおじさんみたいな声出た、ストレッって言っちゃったいけ、ステップを踏んで、ステップを踏んで、山賊の振りを、そう振りそう、ほいやそう、なんか使うか、 DLC なんか使えます。ねー、どうしようかな、応援転生版、転生版気になるな、なにこれ、転生版しようぜ。お、かっこいい、なにそれ、テリーとドランゴが攻撃受けてテンションアップか、攻撃受けてテンションアップっていう、あ結構特殊なんだな、それは特殊だわ。先に動いちゃったけどこのターンだけだよね多分、多分このターンだけだと思うけどお前らお前らちょっと待って、テンションアップの前に攻撃してんじゃん、意味ないじゃん意味ないよそれじゃ、全然意味ないと思うんだけど俺先に動いてどうする、おい全員先に動くんじゃない何をどう、ちょっと皆さんあの違うんですよ、早いんですよ動くのが。さあ剣の前に攻撃を受けるね、少なくとも、うん攻撃を受ける、どういう効果なんだ、あ結構食らうな、食べた後やしな、うん、テンション5上がった、 5? これ8システム、なんか8みたいなことになってる、ドラゴンクエスト、いや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 、ちょっとあ、ちょっと意味ないんだけど、ねえねえねえ、麻痺してる時点で意味ないよ麻痺してたらテンションもたまんねえじゃん、何これ、何このクソカード何このクソカード、意味ねえじゃん、クソカード全然意味がないや、恩恵ゼロかこの野郎、恩恵ゼロかこの野郎テンションたまらず麻痺するだけおい、そうだろ、こっから逆転されるっていう、ちょ待って本当にありえるんですけど、ちょっと大丈夫ですか皆さん、ちょっと待ってください皆さん、ま、なんか嫌な予感がしません、ね、これあーそんなことない、さすがに、さすがにか、さすがにいけるか、なるほどね、フラグビンビンやったもん今、若干フラグ立ってたからね、うん大丈夫ね、これはこれワンチャンあれこれワンチャンあるんじゃないですか、あれまさか、あれ嘘でしょ、あれ嘘でしょ、大丈夫です。ここで負けるとも見たことはあんまない。基本的に大丈夫です。ここで負けるとも見たことはあんまない。あれ？俺の知ってた未来と違う。なんとか勝てたわ。そういう俺の知らないセリフだわ。いたわ。ここに負けるやつ。ママーン。ママーン。ママーン。リュータには勝ったよ。リュータには勝ったけど、ヒナに負けたよ。うん、バトルに勝てたよ。勝てたけどね、ヒナに負けたよ。何その三角関係。嘘でしょ。お父さんもう笑ってるやん。出やがったな、ギガンテス。これさ、結構ギガンテスはインパクト強いな、序盤に出てくんの。うん、インパクト強いよね。まあ、さすがに、いや、さすがにね、いけると思います。さすがにいけるだろう。うん。HP もほぼ拮抗してるし、うん。ドラゴンキッズは本当に強いキャラだからね。デイン、カブ、レップザンどっちでもいいんだけどね。戦士ってバカだっけ、賢いっけ、てか、装備一緒じゃねえか。装備、主人公たち。まあ、でも、ビクトリー始めた頃はこうだよな。あのさ、ちょっと懐かしいんですよ。
今までシャープ1からやってきてさ、あんまカードない状態でやってたじゃん。あの頃を思い出すわ、正直。最終的にはなんかさ、全てのカードが揃った状態でチーム紹介ばっかしてたじゃない。このさ、カードがない中でさ、限られたカードだけチームを組んで戦うってすごい新鮮だわ。にゃんにゃん打撃体制は？ドラゴンキッズ打撃体制置いてきたの？行くぞー、そい、いいね。さすがにね、さすがにギガンテス、さすがデコイ。ギガンテスはデコイですから大丈夫です。いや、カブトアリ怖いね。向こうのカブトアリほど怖いものはないよ。にょん食らってく。ここ食らう。さっきの応援強かったよな。応援もう一回使ってみっか。テンションバーン。待って、テンションバーン使わせて、やっぱり。テンションバーンやっぱ気になるわ。さっきなんかゴミ技がみたいになっちゃったけどさ。テンションバーン使わせて、やっぱ。やっぱ気になるよ。これ。どういう効果なの？テンションが5上がって麻痺しただけだったからさ。これ使おうぜ。うん。テンションアップっていう意味だ。でも先に動いちゃうんだよね、俺ら。俺らなんかやったら先に動いちゃうからさ。その時に限って、まあ、こいつらが早いのは分かる。コトランどこを狙っとん？モジャブラスター、単体攻撃ですね。全体を撃ってほしいな。そうするとどうなるんだろう。それを見たいんだけど。お、いいね！いいねっていう、いいのか。ぶん殴る。単体しか撃ってこねえ、こいつら。にゃー。あ、でもテンション5当た、テンション5当たったんじゃない？テンション5上がる。5やとどうなん？そんなに強くないんじゃないの？はい。なんでギガンテス避けたこいつ。ギガンテス避ける鎮守発生。回数5、回数 1% のくせに避け上がり。あ、でもこれでテンションが全員上がる？もしかして。ほんほん、テンションが上がる。あ、全員上がるんだ。ってことは敵が全体攻撃持ちだったら強いってわけか。あー、なるほど。さあ、烈風山行ってみよう。ショーン！いや、でも結構出る！あ、結構出るなぁ。コドランとスライムが残ってるな、まだ。俺は赤で勝てるからね。さっきリュウタに見せたじゃん。俺はもう強くてニューゲームですよ。任せてください。3、2、ここ！オッケー！この当たりはいけんだけどな、もう少し入ければまいいかな。いきます。さすがに負けない。はい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 、よかったわ。まあ安定ですよ。なんかつばぜり安定して、もうチリアさんのつばぜり安定してます。はい。水鉄砲ラッキー。それはもうね、ゴミ技だよ。ラッキーラッキー。むしろありがたい、めっちゃありがたい。あー、いいね。しかも避けるスタイルいいよ。さあ、テンション5上がってます。連続ブレスです。どうなの？どんぐらいいくの？あ、全員当たる、いいね。あ、強っ。あ、テンション5？テンション5だよね。こんなにいてんの？いや、全然強っ。それは悪かった。